u ぶんつ 21.04Harst Hiphoebunt u のリリースはコナニコルによって半年ごとに行われておりリリース年の数字とリリース月の数字をバージョン番号として使っている最初の Ubuntu のリリースを例とすれば Ubuntu 4.10は2004年10月20日にリリースされているコナニコルは Ubuntu のリリースを GNOME のリリースの約1ヶ月後に スケジューリングしており、これは、Ubuntu のリリースが GNOME や X のより新しいバージョンを含むという結果につながっている。4回のリリースにつき、そのうち1回のリリースは、長期サポート版のリリースとしてデザインされている。12.04から、後の LTS のバージョンは5年間のサポートがフリーに提供されている。また、いざむ有料オプションが存在しており、 これを利用すると、さらに長期間のサポートを受けることができる。LTS でないバージョンのサポート期間は9ヶ月まである。Ubuntu 4.10Ubuntu 4.10は2004年10月20日にリリースされ、これはコナニコルによる Ubuntu の最初のリリースであった。Ubuntu はデビアンをベースに設計され、6ヶ月おきのリリースと18ヶ月のサポートを提供する計画であった。 また、Ubuntu 4.10はフリーにダウンロードで提供されるほか、コナニコルのシピットサービスで入手することもできた。Ubuntu 5.04Ubuntu 5.04は2005年4月8日にリリースされた。Ubuntu 5.04には多数の新機能が搭載され、これにはアップデートマネージャー、アップデート通知、リーダーヘッドやグレップマップ、サスペンドとハイバネートのサポート、 プロセッサの動的なフリークエンシーのスケーリング、Ubuntu ハードウェアだったあなどが含まれる。Ubuntu 5.10Ubuntu 5.10は2005年10月12日にリリースされた。Ubuntu 5.10はユスプラッシュやアプリケーションの追加、削除のためのツール、アラカートメニューエディター、簡単に利用できる言語のセレクター、LVM のサポートなどが含まれる。 Ubuntu 6.06 Ubuntu 6.06は2006年6月1日にリリースされた。これは Ubuntu の最初の長期サポート版である。Ubuntu 6.06は当初 Ubuntu 6.04として計画されていたが、この当初のスケジュールに遅れてのリリースとなった。Ubuntu 6.06ではライブ CD とインストール用 CD が1枚に統合されたほか u b 指機器インストーラーが含まれ、 ヒューマンラックステーマの改善などが行われた。ウブンツ6.10ウブンツ6.10は2006年10月26日にリリースされた。ウブンツ6.10においてはヒューマンテーマに大きく改良が加えられ、トムボーイ、ノートアプリケーションや、カイ、スポットフォートマネージャーなどが含まれた。ウブンツ7.04ウブンツ7.04は2007年4月19日に、 リリースされた。Ubuntu 7.04では、KVM のサポートや、Adobe Flash、Java、MP3 などの制限されたコーデックのサポート、NVIDIA や ATI のドライバのより簡単なインストールなどが含まれた。また、数読やチェスゲーム、ディスク使用量アナライザーが追加された。Ubuntu 7.10Ubuntu 7.10は、2007年10月18日にリリースされた。 Ubuntu 7.10は、フォーマーセキュリティフレームワーク、より高速なデスクトップ検索、NTFS3G によるより、完全な NTFS のサポートなどが追加され、コミズフュージョンが標準で有効化された。u n t u 8.04、Ubuntu 8.04は、2008年4月24日にリリースされた。本リリースは、LTS 版である。本リリースでは、 トラッカーデスクトップ検索の統合や、ブラセロディスクバーナー、トランスミッションビットトレントクライアント、ベナグレイ VNC クライアントの追加、プルソデオ経由のシステムサウンドなどを含む、本リリースからベビーインストーラーが追加されたほか、Ubuntu ネットブックリミックスも導入された。u n t u 8.10 Ubuntu 8.10 Ub は2008年10月30日にリリースされた。 本リリースでは、Ubuntu Live USB Creator が追加されたほか、ゲストアカウントでの利用がサポートされた。Ubuntu 9.04Ubuntu 9.04は、2009年4月23日にリリースされた。このリリースでは、起動時間が短縮され、Usplash 画面が刷新されたほか、ログイン画面が変更された。本バージョンにより、ARM アーキテクチャのネイティブサポートが追加されている。 Ubuntu 9.10 Ubuntu 9.10は2009年10月29日にリリースされた。当初、本リリースでは新しいテーマを含む予定だったが、これは10.04に延期された。しかし、デフォルトのテーマに対するマイナーな変更がなされている。また、このバージョンでは、ピジンがエンパシーに置き換えられたほか、デフォルトのファイルシステムが X と4に変更されている。 Ubuntu 10.04 Ubuntu 10.04は2010年4月29日にリリースされた。本リリースは LTS 版である。このリリースでは NVIDIA グラフィックスドライバのデフォルトがヌーボードライバに変更されたほかプリマスが導入された。また、カイスポットが通常のユーザーレベルでの画像編集に十分な機能を提供しているという理由から GIMP が インストール CD から除かれた。また、2010年3月4日には、本リリースが、新しい Ubuntu のビジュアルスタイルを反映した新しいロゴを含む、新しいテーマを含むことがアナウンスされた。Ubuntu 10.10 Ubuntu 10.10は、2010年10月10日にリリースされた。このリリースは、ネットブックエディションのために Unity ンターフェースを含む、他、 高いスポットがシャットウェルによって置き換えられた。また、公式に Ubuntu フォントがデフォルトで使われるようになった。Ubuntu 11.04デスクトップ Ubuntu 11.04は2011年4月28日にリリースされた。Ubuntu 11.04は GNOME シェルの代わりに Unity をユーザーインターフェースとして使っている。その他、 リズアムバックスオバンシーが置き換え、これがデフォルトの音楽プレイヤーになったほか、オパンスタックのプラットフォームが加えられた。Ubuntu 1 1 1 0 u ン u n t u 1 1は2011年10月13日にリリースされた。このリリースから、ピタビ動画エディタが Ubuntu の ISO ファイルから除かれたほか、シナプテックパッケージマネージャーも削除され、オプションで提供される形となった。 また、モジラサンダーバードは GNOME エボリューションに置き換えられている。Ubuntu 12.04LTSUbuntu 12.04は2012年4月26日にリリースされた。本リリースは LTS 版である。Ubuntu ソフトウェアセンターや Unity に改良が加えられた。他、Vanci からリズアムバックスにデフォルトの音楽プレイヤーが戻された。 Ubuntu 12.04は IPv6 プライバシーエクステンションズがデフォルトで有効化されている最初のバージョンである。Ubuntu 12.10 Ubuntu 12.10は2012年10月18日にリリースされた。このリリースには Ubuntu Web Apps が含まれ Amazon.com の検索機能を標準で含んでいた。この機能の是非については 様々な議論が行われた。Ubuntu 13.04 Ubuntu 13.04は2013年4月25日にリリースされた。このリリースではベビーインストーラーが Windows 8環境との互換性のなさなどから削除された。Ubuntu 13.10 Ubuntu 13.10は2013年10月17日にリリースされた。このリリースでは デフォルトのブラウザを、モジュラファイ Firefox から Chromium に変更することが考慮されたが、パッケージアップデートのタイミングの問題などから、Firefox が継続して用いられることになった。また、MIA ディスプレイサーバーによる、X11 の置き換えが計画されたが、標準での置き換えは延期されている。Ubuntu 14.04トラスキター Ubuntu 14.04LTS は、 2014年4月17日にリリースされた。本リリースは LTS 版である。このリリースではネクサス7やネクサス10のようなタブレットへのインターフェースの対応にフォーカスが当てられ、デスクトップへの変更は少数に止まった。また、本リリースでは GNOME コントロールセンターをフォークした Unity コントロールスターが導入されたほか、 SSD のトリムが標準でサポートされた。Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn Ubuntu 14.10は2014年10月23日にリリースされた。本リリースは公式にバグ修正とクオリティの向上に焦点が当てられ、新機能の追加は小規模なものとなった。Ubuntu 15.04 Vivid b a r b e Ubuntu 15.04 2015年4月23日にリリースされた。このリリースではシストムディがアップストとに代わってデフォルトとなったほか以前のグローバルメニューがローカルに統合されたメニューで置き換えられた。また本リリースはインテルハスウェルに対するグラフィック性能の改善や AMD Radio c カードに対するサポートの改善などが含まれている。 Ubuntu 15.10ワイリーウェアウルフユバブトゥー15.10は2015年10月22日にリリースされた。このリリースではアップストリームの GNOME のスクロールバーに合わせてスクロールバーに対する変更が加えられている。また本リリースはミアを含んでリリースされることが意図されていたが結局ミアなしでのリリースが行われた。 Ubuntu 16.04LTS g ジ l ス Ubuntu 16.04は2016年4月21日にリリースされた。本リリースは LTS 版である。このリリースではデフォルトのデスクトップ環境は Unity 7のままだが Unity 8がオプションとして提供された。また本リリースではセフト ZFS のサポートや LXD スナップパッケージのサポートなども追加されている。Ubuntu 16.10やかて約 Ubuntu 16.10は2016年10月13日にリリースされた。本リリースは依然として Unity 7のメンテナンスバージョンを用いているが、Unity 8のパッケージが ISO に含まれているため、ユーザーはこれをテストすることができる。 u b うぶんつ17.04ゼスティザパス n t u 十17.04は2017年4月13日にリリースされた。このリリースではアップストリームのデビアンプロジェクトでの変更にい、p いパワー PC アーキテクチャのサポートが廃止された。また、標準の DNS リゾルバーがシステムリリザルブドに変更されている。u b うぶんつ17.10アートフルアードバーク n t u 十17.10 2017年10月19日にリリースされた。このリリースは Ubuntu が GNOME シェルインターフェースを使う最初のリリースであり、また X11 がウェランドに置き換えられている。また、このリリースでは3 2ビットのデスクトップイメージが廃止されたが、ミニマル ISO を用いることにより、依然として3 2ビットシステムをインストールすることはできる。 Ubuntu 18.04LTS Biomic Beaver Ubuntu 18.04は2018年4月26日にリリースされた。本リリースは LTS 版である。本リリースでは新しいテーマが導入されることが計画されていたが、バグの修正などが未完了のため、新しいテーマの導入は見送られた。また、新しい To Do アプリが追加されたか インストーラーにミニマルインストールオプションが追加されている。Ubuntu 18.10コズミックカタルフィッシュ u n t u 18.10は2018年10月18日にリリースされた。本リリースではザ・スタンダードとして知られる新たなロスレス圧縮方式を利用することによりインストールのスピードが改善されている。また、プリインストールされている。 スナップアプリケーションの起動速度が改善されている。Ubuntu 19.04 Disco Dingo Ubuntu 19.04は2019年4月18日にリリースされた。本リリースは Linux Kernel 5.0を用いており、AMD FreeSync テクノロジ y や a ジャ n t ム m 暗号化、BTRFS SWAP ファイル、多くの USB 3.2などのサポート、 USB Type-C 対応の改善などが実施されている。Ubuntu 1 9 1 0 One a r m i u b u n t u 19.10は2019年10月17日にリリースされた。本リリースは、ライゼンマザーボードへの対応などを含む Linux カーネル5.3を含むほか、ZFS の試験的なサポートなどの機能が追加された。 うぶん二 20.04LTS フォーカルフォッサーうぶん二20.04は2019年秋時点で2020年4月23日にリリースされる予定であったが予定通り同日にリリースが行われた本リリースは18.04以来2年ぶりとなる LTS リリースで5年間のサポートが提供される他イザムプログラムを利用すると最長10年のサポートが受けられる 機能的には新たな VPN の方式である WireGuard ーーへの対応が行われたほか、サーバーの自動インストール機能の追加が行われた。また、デスクトップ関連では GNOME3.36 が採用され、パフォーマンスが改善されたほか、ロック画面やホルダーアイコン、ブートスプラッシュのデザインが変更され、デスクトップテーマはライトテーマとダークテーマを選択できるようになった。 Ubuntu 20.10グルービーゴリラ u n t u 20.10は2020年10月22日にリリースされた。このバージョンで初めて Ubuntu デスクトップがラズベリーパイに3、4に対応した。またデスクトップ環境は GNOME3.38 が採用され常用タブがなくなりユーザーの好きなようにアプリの順序や並びを変えることができ。 バッテリー残量のパーセンテージ表示ができるようになった。Ubuntu 21.04ハーストヒッポ。ありがとうございます。